行委員会代表の、佐藤大輔と申します。今日はご来場いただきましてありがとうございます。一番心配だった天気も無事晴れまして、今日は京都だと放射できそうな感じで、昨年はちょっと困って星が見えなかったんですけども、今日は星が見えると思うので、ふとこう夜空を見上げてきて、星空をの下で映画を見てるなって感じてもらえるかなと思います。今年で2年目の、映画祭となりましたが、いろんなインタビューとかも話ですけど、もともとは100人とか200人ぐらいのイベントをしようと思ってたんですけど、気づいたら2年目になって今、先ほどの情報だと今入っているのが1600人ぐらいです。でこのまま今日は2500、600人ぐらいの人になるので、ロマンチックバレー、ミステリーフォレスト、インスクエア、そしてミッドナイトガーデンに、あとフードコートとかメディアに、たくさんの方がいらっしゃって、フェスならではの自分の見たい映画を、自分で選んで、長編見たら短編を3本見て、また違うステージで短編を見てみたいな、いろんなスタイルの、映画の楽しみ方がありますので、皆さんなりの、楽しみ方を見つけて、映画祭を楽しんでいただければと思います。で、一番重要なことなんですけど、森の映画祭を通して、やっぱ伝えたいこともありまして、そのショートフィルムっていう文化がまだまだ日本だと浸透していないなと感じてまして、自分も、映画を作っている身ですし、今回映画も一本上映させていただくんですけども、そこでやっぱ森の映画祭を通してショートフィルムっていうのは5分とか30分とか幅はあるんですけども、サクッと見れて内容がギュッて詰まったものなので、こういうジャンルの映画、ジャンルの映画もあるんだなと、知っていって、書いていただければと思います。この後も実はポーラーさんに演奏していただくので、あまり長くはお話ができないんですけども、一つだけちょっと僕からお願いがありまして、かなり混雑してまいりましたので、なるべくレザーシートなど座る部分だけか、あと、荷物を置く部分だけにして、なるべく詰めていただけると幸いです。ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは、森の映画夜空と交差する森の映画祭2015、開幕いたします。では、引き続きウォーラスさんの映画メロディーをお聴きください。ありがとうございます。